画面左側に止まった黒い車、ゆっくりと動き出しましたが、よく見ると人が乗っていません。車はそのまま交通量の多い車道に進入。事故が起こる寸前、気づいた男性が車に走り寄り停車させました。車を止めたのは荷下ろしのために近くで停車していたトラック運転手の男性でした。ここら辺でちょうどハザードをつけて止まったんですけども、その時に今青い車いるところなんですけど、そこら辺で無人で車が動いたんですよね。現場は札幌市南区にある国道に面したスーパーの駐車場でした。車が無人で動き出したのは今月23日の午後3時半ごろ、ギアがパーキングになっていなかったといいます。後ろからバイクも来てて、で対向車も車が来てたんですよ。でこれで止めなかったら大事故になるなと思って、たまたま鍵が開いてて、でもとっさにもうドアを開けて、ですぐにパーキング入れました。車の持ち主は高齢の男性。その後スーパーから出てきましたが、何も言わないで駐車場に車を止め直し、買い物に戻っていったということです。車から降りるときはもうパーキング確認して、でエンジンを止めて鍵閉めて逃げた方がいいと思います。ちょっとした不注意が事故につながる恐れも。車を離れるときにはギアやサイドブレーキの状況をしっかり確認することが重要です。